近バラエティでめきめきと頭角を現している菊池。スタートゲートオープンしました。さあ菊池、どんな表情を見せるのか。私がナンバーワンだと気持ちが指に出ちゃってるわけですね。すごい毛、横の毛、菊池の毛、菊池の毛、菊池の毛。というわけで菊池現在トップに立ちました。どうも大丈夫です。嫉妬するぐらい面白かったわ。そうそう、アイドルだから今後の活動に支障出ちゃう。いや出ないでしょ、もうもう出ないでしょ。仕事寝るのこれ。そして予選2位通過はこの人、菊池亜美。スピード感あふれる倒れ込みで距離を出しました。しかしそれ以上にすごいのがリアクションです。一体なぜこの人がアイドルを生業としているんでしょうか。いずれにしても菊池決勝進出です。さあ3人目はこの仕掛け2回目、最も欲しがり菊池亜美。次期クイーン候補。そうですね、そうだね。芸術点が。さあ菊池、まもなく逆転。さあいった。さあ菊池、まずはその表情に注目です。きた、前回の記憶を呼び覚まし、わずかこんな4秒で見せ場を入れてきました。12m80cm。菊池残念ながら首位には立てませんでした。かかったか、止まったな。それでも見せ場を作ってくるあたりはさすがです。そしてちゃんとナンバーワン、私が一番だっていう指は。ここでもしかして菊池の手に出た。手に出てますか。手に出てますか。手に出てますか。しかし今回演技構成力は加味されません。すごい。こういうのって2回あるもんなんですか。しかも同じ人。3人